俺の名前は山田雅人、25歳でゲーム会社の社長をしている。仕事が忙しく、メイドさんを雇うことにしたのだけど。あ、来た。はじめまして、ご主人様。今日からお世話になります。こちらこそ、よろしく。うちにやってきたメイドさんは、俺の元カノだった。高校時代、彼女、斉藤沙耶は学校一の美女と呼ばれていた。父親は会社の社長で人当たりも良く、男子なら誰もが一度は好きになるという。そんな彼女に対して、俺はゲームを作るのが趣味の陰キャオタク。陽キャの彼女と関わるはずがなかったのだが、ある日の昼休み。このゲーム作ったの、君でしょ。うわぁ、なんで知ってるの？この間、図書室でオタクダ君とゲームを作ってるって話してたでしょ？私もこのゲームやったんだけど、すっごく面白かったから、感想を伝えたかったの。サヤさんってゲームするの？うん！お兄ちゃんがゲーム好きなの。スクラトゥーンとか好きだよ。それ、俺もやってる。マジで？じゃあさ、今度一緒にやろうよ。ゲームの趣味まで同じだった俺たちは、次第に一緒にいる時間が増えていった。また負けちゃった。ゲームを作れるだけじゃなくて、うまいなんてすごいじゃん。実は俺、ゲーム作りの会社を立ち上げてみたいんだよね。そのために、いろんなゲームを研究してるんだ。まあ、両親に反対されてるけど。じゃあ、私が応援してあげる。ありがとう。それからというもの、サヤは俺の応援をしてくれるように。ちょっと疲れてきたな。じゃあ、マッサージしてあげる。ほら、ベッドに転んで。ここ、凝ってるね。よっと。サヤっていい子だよな。可愛いだけじゃなくて、優しいし。好き。ん？ここのツボ、押されるの好き？そうじゃなくて。ん？サヤのことが好きだ。ゲームの趣味も合うし、いつも優しくて好きなんだ。俺と付き合ってください。うん、私も、マサトのこと好きだったの。夢のような話だが、こうして俺たちは付き合うことに。学校でも二人でいる時間が増え、幸せいっぱいの日々を過ごしていたのだが、卒業を控えたある日のこと。マサト、もう別れましょう。え、どうして急に。私、もうあなたに興味がなくなったの。じゃあね、さよなら。うわぁ、オタクくん、サヤに振られちゃったよ。それは残念ですね。せっかく彼女のために短編ゲームを作ってたのに。それと、私の名前はオタクではなくオタクダです。俺とは遊びだったのか。もう彼女なんていらない。夢を叶えることに集中するんだ。その後、俺たちは高校を卒業。友人のオタクダタモツくんとゲームクリエイター科のある専門学校へ進学した。専門学校を卒業する頃には、同時期にリリースしたインディースのゲームが話題となり、卒業後には会社も立ち上げ、数年後、いよいよ、繁忙期に入りそうだね。忙しいのはいいことだけど、この時期になると、家事とかできなくて困っちゃうよ。では、メイドさんを雇ってみてはいかがでしょう。知り合いにメイドさんを派遣できる紹介所があるんですよ。本当に？メイドさんなんてオタクの夢じゃないか。それでうちに来たのが、サヤだったなんて。久しぶりね。じゃなくて、久しぶりですね、ご主人様。ああ、でも、どうしてメイドに？これは。何か事情があるなら、無理して答えなくてもいいよ。すみません。でも、いつかちゃんと話しますから。さすがに元カノがメイドなのは気まずいな。サヤも気にするだろうし、交代してもらった方が。それでは、お仕事の確認をしましょう。って、サヤは気にしてないのか？まあ、せっかく来てもらったのに、すぐに変えてもらうのも失礼か。契約内容ですが、期間は2ヶ月。私はこの家に住み込みで働くということでよろしいですね。うん。仕事の時間が不規則だから、そうしてくれると助かる。部屋は空いてるから、そこを使って。わかりました。あとは、ご主人様が留守中に何かあった時のための連絡先ですけど。それなら、高校の時から変わってないよ。実は、私も変わってないんです。そう？
さやの連絡先消してなくてよかったよ。その後早速仕事を任せることに。おお、掃除もうまいんだな。ありがとうございます。では掃除道具の片付けを。にゃー、危ない。つい抱きしめちゃった。だ、大丈夫？は、はい、ありがとうございます。夕食では。はい、いやいや、自分でも食べられるから。ご主人様に食べさせてあげるのもメイドの務めです。業務の一環ですので口を開けてください。やっぱり恥ずかしすぎるって。さやが来た時にはびっくりしたけど、思ったより悪くないかも。俺の好みも把握してくれてるし、知らない人よりも安心して任せられるし、やっぱりこのままさやに面倒を見てもらおうかな。結局さやにメイドを続けてもらうことになり。お帰りなさいませ、ご主人様。あ、家に誰かがいるのって嬉しいな。夕食もできてますよ。それともお風呂にしますか？なんだか夫婦の会話みたい。え？いや冗談だから、そんなマジな反応しなくても。そうですよね。すみません。そんな日々を2週間ほど過ごし、ある休日、荷物持とうか？いえ、ご主人様の手を煩わせるわけには。気にしなくていいって。女性に重いものを持たせてるとどうしても気になって心が休まらないんだ。わかりました。では半分こしましょう。これじゃあますます同棲中のカップルみたいだな。ご主人様は昔から変わってませんね。え？高校の頃も日直の仕事でノートを職員室に運ぶ時に手伝ってくれたじゃないですか。他にもみんなが嫌がる係の仕事も引き受けたり、道に迷ってた海外の人にも英語がわからないのに話しかけたり、いつでも優しかったですよね。俺が人助けするのはゲームのおかげだよ。好きなゲームに困っている人を助ければいつか自分に巡ってくるって言葉があるんだ。そうだったんですね。私そんな優しいご主人様のメイドになれて嬉しいです。俺もさやがメイドでよかったよ。そうですか。幸せです。かわいすぎる。それからもさやにお世話してもらう日々が続いた。そして1ヶ月が過ぎた頃、はぁ、やっと仕事終わった。さすがにさやもこんな時間じゃ寝てるよな。お帰りなさいませ、ご主人様。あ、まだ起きてたんだって。怒ってる？怒ってません。それよりお風呂が沸いてます。お背中流しましょうか？一人で大丈夫だから。数時間後、はぁ、やっと寝れる。ご主人様、寝る前にマッサージをして差し上げます。そこまでしてもらわなくても。いいからやらせてください。いや、ちょっと待って。逃げちゃダメです。捕まえました。どうしたんだよ急に。ご主人様が悪いんですよ。ここ最近ずっと働き詰めじゃないですか。もしかして心配してくれてたの？心配に決まってます。本当に高校の頃から何も変わってないんですから。そういえば昔もゲーム作りに熱中して徹夜で学校に行ったことがあったっけ。授業中も居眠りして何度も先生に怒られて、あの時もいつ体調を崩すんじゃないかって不安だったんですからね。だから家にいる間は私に甘えてください。わかった。それじゃあマッサージをお願いしようかな。はい、任せてください。えい、よっと。このあたり凝ってますね。そこすごく気持ちいいよ。変わらないのはさやも同じだな。高校生の時もこうやってマッサージしてもらってたっけ。確かあの時俺はさやに告白を。ご主人様、ぼーっとしてどうしたんですか？近すぎる。もしかして眠いんですか？そうなんだよ。さやのマッサージが気持ちよくて。ならこのまま寝ちゃってもいいですからね。ありがとう。
どうしたんだ俺、心臓がこんなにバクバクするなんて。まるでさやのことが好きみたいじゃないか。そして数日後、集中力切れてきたな。コーヒーをお持ちしました。仕事を持ち帰ってするのもいいですけど、休憩もしっかりとってください。ありがとう、ちょうど休憩しようと思ってたんだよ。マチ、大丈夫ですか？冷ませばいいだけだから。わかりました、お任せください。さやが冷ましてくれるのかよ。これでよしっと。私ったらなんてことを。いや助かったよ、ありがとう。なんでこんなにドキドキしてるんだ。ならよかったです。俺本当にさやのことを。それからさらに数日後が経ち、意識し始めると集中できねえ。でもさやはどう思ってるんだろう。さやとの契約期間は今日で最後だし、思いを伝えるなら今日しかない。ご主人様、どうかなさいましたか？飲み物が。すぐにお拭きしますね。ごめん、俺も。いえ、ご主人様はそのままで、これは私のお仕事ですから。どうかしましたか？最近ぼーっとしてますけど。そのさやは俺のことをどう思ってるのかなって。元彼なのに俺の面倒を見るのは嫌だったんじゃ。今さら何を言ってるんですか？嫌なはずがないです。むしろ頼ってくれて嬉しいです。高校生の時いきなり振ってごめんなさい。実は理由があったんです。理由？あの頃父が経営していた会社が倒産したんです。借金もあって貧乏になっちゃいました。そんなの言ってくれたら。あなたは私のことを大事にしてくれてましたよね。だから言えなかった。父のことを話せば自分の夢を諦めてでも私を支えようとしてくれたはずです。でもあなたに夢を叶えてほしかった。だから事情を話さずに振ることにしました。そうだったのか。大変な思いをしてたのに気づけなくてごめん。そんな、謝らないでください。問題はもう解決してますし、今の仕事だって気に入ってますから。私の方こそ、再会してすぐに謝れなくてごめんなさい。何度も謝ろうとしましたけど、うまく言葉が見つからなかったんです。何を言っても自己満足になるだけだって思っちゃって。さや、でも最後までメイドの仕事はしっかりしますから安心してください。そうだ、今日で最後ならちゃんと自分の気持ちを伝えないと。さや、俺はまた君のことが好きになったんだ。さやに振られた時諦めようって思ってた。でも一緒に暮らしてるうちにまた好きになったんだ。だから俺と。ごめんなさい、付き合えません。好きな人を信じられなかった私に、あなたと付き合う資格なんてないです。あの時は振るのが正解だと思ってました。あなたを信じていれば別の未来があったかもしれないのに。だから私のことは忘れてください。でないと私は自分を許せないんです。そんな。メイドの仕事はしっかりやります。だから最後までメイドとして接してください。そろそろ夕食の準備をしてきますね。そんな、また振られるなんて。その後さやはメイドの仕事をしっかりこなしてくれた。翌日には契約期間も終了し、うちから出て行ってしまい、俺はどうすればいいんだ。さやのことはこんなに好きなのに。ずいぶんと落ち込んでいるようですね。実はカクカクしかじかでさ、やっぱりやり直せないのかな。そんなことないですよ。私はマサト氏がどれだけさや氏を大事にしていたかを知ってますから。お忘れですか？高校卒業前に一生懸命作っていたものを。そうだ、さやのためにゲームを作ってたんだ。確かあのゲームには。お高田くん、俺と一緒にゲームを作ってくれないかな。ええ、親友の頼みなら全力を尽くしますぞ。ありがとう。その後お高田くんの手を借りて、高校生の頃に作りかけていたゲームへと取り掛かった。仕事終わりに少しずつ作業を進めていき。
数週間後。急に呼び出してどうしたんですか？またメイドとして雇いたいのなら紹介所の方に。今日はメイドのサヤじゃなくて元同級生のサヤに渡したいものがあるんだよ。こっちに来て。これゲームですか？実はこれサヤと付き合ってた頃に作ってたゲームなんだ。ゲーム自体は1時間で終わる短いものなんだけど、これをやってもらえないかな？よくわからないですけど、わかりました。そして1時間後。これでクリアです。やっぱりご主人様のゲームって面白いですね。ありがとう。でもこれからなんだよ。ほら画面を見て。これってプロポーズだよ。高校を卒業するときに渡そうと思ってたんだ。あの時からサヤのことが本気で好きだった。俺の人生を全て捧げても幸せにしたいくらいに。今も同じ気持ちなんだ。付き合う資格がないなんてことはない。サヤが信じられないなら信じてもらえるまで何度だって告白する。そんな、私が悪いのに許してくれるの？サヤだって辛かったんだろ。もう怒ってないし責めるつもりもない。それでも心残りがあるなら俺の隣で笑っててくれよ。それが俺にとって何よりの幸せだからさ。私だって本当はご主人様のこと、マサトのこと、また好きになっちゃったんだから。せっかく諦めようって思ってたのに、優しくて頑張り屋なところを見せられたらまた好きになっちゃうに決まってるじゃん。あの時はごめんなさい。もうあなたのそばから離れないから。俺ももう離さない。二人で幸せになろう。こうして俺たちは再び付き合うことになった。その後オタクダ君に報告することに。こうして復縁できたのもオタクダ君が手伝ってくれたおかげだよ。ありがとうね。いえいえ、高校生の時からお似合いだと思っていたので、私もお二人が結ばれて安心しましたよ。それからしばらくして俺たちは同棲することになった。俺たちちゃんと自分の気持ちを伝えていればお互いに辛い思いもしなかったんだろうね。だからこれからはちゃんと自分の気持ちを伝えるようにするよ。だったらまた好きって言って。ほらどうしたの？正直になるんでしょ？いやちょっと心の準備が必要というか、その、私はマサトのこと好き、大好き。ほら次はマサトの番。俺も好きだよ。でも私の方がもっと好きだもん。いいや、俺の方がサヤのこと大好きだ。もう絶対に離さないからな。いいもん、私だってマサトから離れるつもりないし。本当に可愛いな、俺の彼女は。ミルです。もし時間があれば。